インプラントを入れるということ自体はどのような歯医者さんでも多分できると思います。それを長く美しくよく噛める状態で保つということというのはすごく難しいと思うんですね。最終的には患者様が幸せになれば僕はそれでいいと思ってますので、まあ、なるべくそのちゃんとした先生に見てもらったらいいんだろうなっていうふうに思ってるだけなんで、それだけでなんですけどね。ホワイト歯科医院の大島健吾と申します。もともと私は口腔外科医ですので、手術をするという機会が非常に多かったんですね。で、その中で例えば、骨を増やすとか歯茎を増やす、あとインプラントを入れるとかっていうことは、多くのドクターができることではないんですね。ただ私はもともと口腔外科におりましたので、そういうことがすんなりとしやすいという環境におりましたので、そこで修行を積みましたから、少しでも皆さんにですね、その私の得意分野を提供できればというふうに思ってインプラントをやってます。インプラントの、いいところというのは、このようにですね、基本的にこう新しくこう支えを作る治療になりますので、よく噛めるということですね。で、特に後ろに歯がないとき、この動画では後ろに歯がありますけど、後ろに歯がないときにインプラントの支えがあればですね、しっかり噛めるっていう環境を作り出すことができる。で、ただインプラントの良くない点は、どうしてもこのネジを入れないといけないので、手術をしないといけないっていうことです。なので、例えばお体の状態がすごく良くないとか、ちょっと骨に良くないお薬飲まれてる方とかもいらっしゃるので、その場合は絶対にダメかというとそういうわけではないこともありますが、やめた方がいいでしょうということもあります。口腔外科の先生は基本的には口腔外科、その手術のことだけが専門ということが多いんですね。なんですが、僕はそれとは違って、もう少し細かいこととか、あと手術もより繊細に、口の中非常に小さい領域なので、大きく手術をするんですけども、その中に大切なところは繊細にやるようにすることで、治療の結果が圧倒的に違うというふうに思ってますので、仕上がりの違いというのが私の強みかなというふうに思ってます。何より、私どもの治療が良かったなというふうに思うその瞬間っていうのは、患者様が他のお友達であったり、あとはご家族であったり、大切な方を私のところに紹介してくださるということですね。そのような時に良かったなというふうに感じます。虫歯で、こういう感じでこう全部ダメになってる方で、ね、この辺の歯も割れてるんですね、これね。なのでそれを抜いてインプラント、6本で直してるパターンなんですけど、最終的にその口の中っていうのがこういう状態で、であと僕がいろいろ撮らせていただいた、お顔の 3D の立体のやつだったりとか、スキャンとかそういうのをこうやってデジタル上でこうやってやってですね、でこういうふうに入るよと。でこの時にこの歯茎のラインとか変えたいんですよね。最後こういう感じでもう突然ここからここまでドンというふうに変わります。なのでそういったことを今回やってて、でインプラントの深さとかそういうのも結構大事なので、その辺のところをここでですね、ここからここに行く時にコンピューター上でもうプランニングしてんですよ。同じようにプランニングして、でその通りに入るように入れて、もう自然に治っていって、最後この辺の歯茎のですね、このなんか本当に生えてるような雰囲気ですね、こういうものを最後ちょっと作り出して、それはもう仮歯の押したり引いたりでやるので、そんな大変な作業ではないんですけど、こうやって仕上げて最後本当に天然の歯が全部バーッと奥まで生えてるように作り込みます。なんで今後やっていくのはそんなような治療になりますし、あとはですね、少しくっつくのを今待ってますから、くっついたらもうあとは仮歯ババッと入れて、もうその日から噛めるっていう形になりますので、もうちょっとって感じですので。
インプラントしかないとか入れ歯しかないとか、まあ、選択肢が非常に狭まれた状態で、お話を受けているということが多いんですね。治療法としては、まあ、たくさんあるので、まあ、よく検査をした上でこれはできない、これはできるとかっていうことも本当にありますので、歯科会で提供できるものすべてをまずお話をさせていただいて、その中から選んでいただく、何しかないとかっていうことはやはり患者様にとってはちょっと不利益かなというふうに思っておりますので、まあ近年言われているインプラントのトラブルであったり、そういったものも本当にしっかりとやってるドクターの下ではかなり少ないものです。インプラントは怖いということを皆様おっしゃられるんですけども、まあそうではなくて、私たちが怖いのは骨を増やしたり歯茎を増やしたり、あとはインプラントをここに入れるっていう最初の診断が少し間違ってたり、そういうようなことがない状態で患者様に医療を提供するっていうことが大切なのかなというふうに思っておりますから、最終的には、まあ、患者様が幸せになれば僕はそれでいいと思ってますので、うちでやらなくてもいいと思ってるんですね。なのでどういう選択肢があってよく考えるということを香川の皆様、まあ、四国の皆様、中四国の皆様に、提供できればっていうふうに思ってます。